リンコスティリス属リンケスタイリスは卵化植物の一群。ヒスイ卵属に似て、花は多数を水上に密につける。溶蘭として栽培され、金煙属との交配も行われている。常緑の多年生双本で着生植物。全体にヒスイ卵属に似ているが、茎は長く伸びず、葉は間を置かずに密接して出る。葉は肉質で硬く、線形で細長く。 先端は二つに裂け、左右の先端の大きさは異なる。過形は溶液から出て長く伸び、直立するか球状に垂れ、その先の方に多数の花を蜜につける。花は肉厚で香りを持つ。学片と側下弁は離れて生じ、長楕円から通卵型で、未弁は随中の器部について単独か少し散列し、短い距がある。 花粉界は、老質で2個。花色は白地に、赤や紫の斑点が入るものが多い。学名はギリシャ語で、くちばしを意味する、連長図と、柱、あるいは、小さな柱の合成になるもので、これは、タイプ種である、R 列サの随中が、くちばし状であることによる。英名は、下水が太い棒状になって垂れる姿から、フォックステールオーキッドという。 インドからマレー半島、インドネシアとフィリピンにかけて4種が分布している。樹上に着生する。以下の種が知られる。葉蘭として栽培される。略称割である。個々の花は大きくないが多数が集まって咲くので目を引き、また香りも良い。ただし一般の花屋で見かけるほどには普及していない。性質は翡翠蘭族に近く。 やはり根の通気を求めるため、バスケットで栽培する。さらにより湿度と通気を求める性質が強い。原種も栽培されるが、交配も行われている。また、禁煙族との族間交配も行われており、以下のような人工族がある。特にリンコバンダは、バンダ系の族間交配ものであコこンらに次いで人気が高い。以下、記載はドバシ、P2124。 唐沢監修、P571 橋本、P151 大場 P143 ガーデンライフ編、P227 大場 P143 大場 P18 鉱坂編、P139 唐沢監修、P573 ありがとうございます。